水資源機構、独立行政法人水資源機構、水資源機構、ジャパンウォーターエージェンシーは、主に国土交通省を中心として、農林水産省、厚生労働省、経済産業省の4省庁が所管する、独立行政法人水資源機構法に基づく、独立行政法人である。旧省は、水資源開発公団、埼玉県埼玉市中央区に本社を置く。 気候は、水資源開発基本計画に基づく、水資源の開発または利用のための施設の改築等、及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に、耐える水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。独立行政法人水資源機構法第4条。 戦後の河川開発は主に治水を中心とした河川総合開発事業に基づく開発であり、これに基づき特定多目的な無法が1957年、昭和32年に制定され、河川管理者である建設大臣、現国土交通大臣による一貫的な施行、管理が実現した。一方、利水に関しては1947年、昭和22年に農林省、現 農林水産省が国営農業水利事業を展開し、加古川や九ず川等で大規模な河川開発が行われ、また、愛知用水が愛知用水公団によって建設され、慢性的な水不足に悩まされた千田半島に用水を供給する事業展開を行っていた。上水道に関しては、東京都水道局が小河内ダムを1957年に完成させた。 他には大規模な水道施設は建設されず、系統的な水運用が図られたわけでもなかった。加えて、戦後の急激な人口増加と工業生産の飛躍的発展は、水利用の増加を促し、次第に水需給のバランスが崩れ水不足に悩まされる地域が増加した。折から高度経済成長に突入することもあって、首都圏や関西圏などの大都市圏は、 京浜工業地帯や阪神工業地帯などの四大工業地帯の拡大と相まって集中的、加速度的な人口増加が将来的にも込まれたことから、系統的かつ安定的な水供給が可能な河川、総合開発の必要性が生じた。1961年、昭和36年、従来の多目的ダムに産業発展のための利水目的を増強するため、 自然故障や用水路、堰などを総合的に運用することで、系統的な利水供給体制を整備するための法整備が行われた。これが水資源開発促進法であり、事業を進めるための執行機関の骨格を定めた水資源開発公団法とともに国会で可決、成立した。そして翌1962年、昭和37年5月1日に、 両方は施行され、水資源開発公団が発足した。公団発足と同時に、首都圏の水源である、利根川水系と、阪神圏の水源である、淀川水系が、重点的な水資源開発を行う水系である、水資源開発水系に指定された。これと同時に、建設省、現、国土交通省が施行していた焼沢ダム、利根川、下久保ダム、神奈川、 鉱山ダム、名張川、宇田川ダム、後の室宇ダム。宇田川が高山に事業を承継された。これ以後水資源整備の基本方針である、水資源開発基本計画、フルプランを策定し、計画に基づいた新規のダム、石、用水路建設が行われた。また、愛知用水高山を統合し、愛知用水と豊川用水の管理も実施した。 1964年、昭和39年には、筑後川水系。1965年、昭和40年には、吉野川水系。1966年、昭和41年には、木曽川水系が、水資源開発水系に指定され、愛知県名古屋市を中心とした、中京県や福岡県福祉を中心とした北部、九州。 慢性的な水不足に悩まされた四国地方の水資源開発が行われた。さらに人口の増加に歯止めがかからない首都圏の水需要確保のために1974年昭和49年には荒川水系も開発水系に指定され、利根川水系と統合した水資源開発が行われた。水資源開発水系は1990年 平成2年の豊川水系が最後となるが、ここまでの間に多くの施設が建設された。こうした水資源整備によって、長年にわたって水不足に悩まされた地域への安定した水供給が実現することとなった。特に、四国、瀬戸内地域では、佐抜平野への導水を図る香川用水の完成や、愛媛分、同山川分水といった住民の祝願を実現する。 事業が完成し、現在も、上水道や農業用水、工業用水道の供給に大きな役割を担っている。また、利根川水系の水資源整備は BOD が 40ppm という絶望的な水質を抱くに悩まされた、隅田川の汚染回復にも役立っている。詳細は、ダムと環境を参照。さらに、筑後川では、筑後大関の建設を機に、 高段と福岡県久留米市などの流域自治体が共同で日本重血吸中症の撲滅運動を実施し、長年にわたって住民を苦しめたフード病を2000年、平成12年に完全根絶させた。ダム建設に伴う地元住民との圧力も各地で発生した。特に席については漁業権と環境保護運動の両面から反対運動が起こった。 景気は、利根川川口関、利根川完成後の河川生態系への影響が各方面から指摘されたことである。ダムのない川と呼ばれた長良川に建設された長良川、川口関では自然保護との関連において全国を巻き込む大論争に発展し、築後大関では漁業関係者が実力で事業阻止に動いた。このか、徳山ダム、伊比川や波間ダム、 南馬川、サメウラダム、吉野川などでは、地域の存亡に関わるほどの水没世帯数であった、ことから、激しい反対運動が繰り広げられた。水源地域対策特別措置法の指定を受けるダムも、多く、日本の長期化、ダム事業に名を連ねる、ダム事業は多い。さらに、1990年代以降には、バブル崩壊や、産業の空洞化、人口増加速度の鈍化、 減少によって、次第に、当初の計画から需要が減少する、水余り、減少を指摘する声が多くなり、公共事業の見直し論議が高まるにつれて、ダム建設の是非が、高段ダムでも論じられるようになり、中止したダム事業が次第に現れた。1982年、昭和57年の板取ドリダム、板取ドリ川をはじめ、徳良ダム、片品川、ヒューガーダム、平川、 栗原川ダム、栗原川などが建設中止となった。その反面、地球温暖化による1994年、平成6年の渇水や2005年、平成17年の渇水といった深刻な日も近年増加しており、こうした観点から水資源整備の必要性を訴える声も多い。2002年、平成14年、当時の小泉内閣はかねてより批判の強かった。 特殊法人に対する抜本的改革を実施し、歳出の削減を図ろうとした。この骨太の方針に伴う特殊法人改革で水資源開発公団も対象となり、2月11日に参議院本会議で独立行政法人水資源機構法案が可決・成立した。こうした経緯を経て2003年、平成15年10月1日に公団は解散。 これを引き継ぐ形で、独立行政法人水資源機構が設立され、現在に至る。微行、黄色欄は建設中、計画中、赤色欄は中止に伴う地域整備中のダム、2017年5月現在。ダム事業本部が管理を行うダムは、その全てにおいて、洪水調節目的を有する。従って、全てのダムが多目的ダムとなる。だが、 水資源機構自体が治水を積極的に行うというわけではなく、国土交通大臣の委託を受けて管理を代行しているという位置づけである。そのため、正し書き操作などの重大な洪水調節が必要となった場合には、国土交通大臣が直接ダム操作の指揮を行うことある、実際の業務は所管の地方整備局が行う。多くのダムは元来建設省。 国土交通省が予備調査や実施計画調査に着手した後に水資源開発基本計画の変更によって遺憾された経緯がある。気候が計画段階より手がけたダムは、ショーレンジダムが最初となる。水路事業本部管理のダムは、その目的が、灌溉や上水道、工業用水道に特化しているものがほとんどであり、洪水調節目的を持つものはない。したがって、 多目的ダムであっても、河川総合開発事業で建設される、多目的ダムとは異なり、国土交通省の先館外となる。農林水産省農村振興局が所管する、灌外事業、国営農業水利事業、土地改良事業、灌外排水事業や、厚生労働省健康局水道課が所管する、上水道事業、経済産業省経済産業政策局が所管する、 工業用水道事業と密接に関係しており、大島ダムなど一部のダムは元来農林水産省直轄ダムであったものが移管されている。また、愛知用水公団の事業をそっくり受け継いだ経緯もある。ダムの他愛知用水、香川用水、見沼大用水など、全国の主要な用水路の多くも水路事業部の管轄である。アースダムが多いのも特徴の一つで、 日本における大規模アースダムの大半が水路事業部管理のダムである。さらに河道外に建設される例もある。溶水の取水口があるダムも気候管理であることが多いが、他事業者の管理ダムを利用している例もある。拒例すれば、愛知用水の取水口がある、金山ダム、木曽川や木曽川用水の取水口がある上浅尾田、北川、群馬用水の取水口がある、綾戸ダム、 トネ川がそれであり、これらは電力会社管理ダムである。水資源気候関連、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。